皆さんこんにちは、漫画家未来会議2つ目のセッションを始めていきたいと思います。司会を務めさせていただきますナンバーナインの遠藤です。よろしくお願いいたします。それでは、今スライド切り替えまして、最初に漫画家未来会議のご説明させていただきます。漫画業界において今何が起こっているのかを知り、漫画家たちはどのように考え創作活動に取り組んでいくべきなのか、商業、同人、ウェブトゥーンなどあらゆる壁を越えた全ての漫画家のためのオンライントークイベントとなっております。はい。で、タイムスケジュールとしては、こんな感じで2日間にわたって全8セッション、行わせていただくんですけども、今からやるのが初日の、2個目のセッションになります。はい。で、司会進行は、ナンバーナインから、私含めた4名でやらせていただきます。はい。で、本題に入る前にですね、まず、漫画家未来会議を運営する弊社株式会社ナンバーナインの、ご説明させていただければと思います。弊社はですね、すべての漫画をすべての人にというミッションで、やらせていただいておりまして、メインの事業は、漫画の電子書籍化と国内最大147のストアへの配信販促までをワンストップで提供するデジタル配信サービス、社名と同じナンバーナインというサービスを2018年から運用しておりまして、3年間で作家さんへの還元総額が3億円、電子書籍化の冊数は5500冊を突破しておりまして、1300名以上の漫画家さんや出版社さんにご利用いただいております。はい。で、ナンバーナインの、活用例としましては、左上の、表紙が目印の若林俊也さんの、ゆうこさんを見られたいですとか、こちらが、2018年から2020年で2万冊以上出ておりまして、過去の同人誌の電子書籍化は、デメリットも少なくて幅広いユーザーに、受け入れられているというデータが出ております。で、さらには、2の左上のナンバーナインを使った連載というところでは、小雨大豆さんの月下の始まりという作品が、ファンボックスで連載から、まとまった際に電子書籍で配信して、ツイッターで電子書籍配信後にさらに最新話を更新していくというような、方法でナンバーナインを使いながら連載を行っていただいております。はい。販促の実績もたくさんありまして、詳細はこちらの資料をご覧ください。で、最後にですね、今回のイベントをご覧になってくださっている漫画家さんにはこちらのサービスの紹介のメールをお送りさせていただければと思いますので、そちらよろしくお願いいたします。はい。もう少しだけ弊社の紹介なんですけども、今ナンバーナインがですね、新たに取り組んでいるのがオリジナルの漫画制作になりまして、2つの方向性で漫画制作に取り組んでおります。1つ目がアクセル9という企画になりまして、ツイッターのフォロワー10万人を目指す、個人で稼げる漫画家さんの選択肢を増やすといった思いで立ち上げた漫画家の養成プログラムになっております。この後のですね、3つ目のセッションでそこのアクセル9の、内容もご紹介させていただきますのでよろしくお願いします。で、2つ目は Webtoon ですね。ナンバーナインも Webtoon のコンテンツ制作に、現在注力しておりまして、独自の Webtoon スタジオの構築にも取り組んでおりますので、興味お持ちの漫画家さんはぜひお気軽にご連絡ご相談ください。そして今年の漫画家未来会議はですね、株式会社サイバーコネクト2様に、ご協賛いただいております。いつもお世話になっております。で、最後に、ちょっとイベントの注意事項をここに書かせていただきました。メインのところとしては、イベントの感想やイベントの感想とか質問に関してはツイッターでハッシュタグ漫画家未来会議とつけて投稿していただきますとスタッフが追いかけさせていただきます。というのと、今回のズームのこの画面に関してはスクリーンショットはちょっと撮るのはお控えいただければと思っております。はい。というわけで注意事項以上になります。では皆さん、大変長らくお待たせしました。これより、TikTok 売れと漫画というセッションの本編を開始させていただきたいと思います。
それでは、今日ご登壇いただく方をご紹介したいと思います。まず一人目はですね、TikTok でフォロワー19万5千を超える漫画紹介 TikToker として、活動されているもつもつさん。そして今著作の累計が、なんと500万部を突破しまして、週刊少年マガジンで彼女も彼女連載中の漫画家さんのひろゆきさん、それぞれお二人に自己紹介していただければと思います。ではまずもつもつさんからよろしくお願いします。はい、もつもつと申します。TikTok で漫画紹介をもうメインというかもうほとんどで活動しております。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではひろゆきさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。漫画家のひろゆきと申します。今は週刊少年マガジンで彼女も彼女という漫画を連載しております。今日はなんか TikTok についていろいろと勉強させてもらえたらなと思ってます。まあ、なんかいろいろと突っ込んだ質問とかもできたらなと思ってますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、で、本日のトークテーマなんですけれども、大テーマに加えまして、この3つの中テーマをご用意しています。1個目が漫画業界における TikTok 売れ、2個目が TikTok とマネタイズ、3個目がもつもつ流 TikTok の伸ばし方ということで、最後に質疑応答の時間も作れたらと思ってますので、皆さんチャットでバシバシ投稿してみてください。あとは先ほども申し上げたように、 Twitter でハッシュタグ漫画家未来会議をつけて、質問等を送っていただければ、最後の質疑応答でお答えさせていただくことがございます。はい、それでは最初のテーマに行ってみましょう。はい、最初のテーマは、漫画業界における TikTok 売れというテーマになります。で、TikTok 普段もしかしたらあまり見ない方もいらっしゃったりとか、まあ、もつもつさんの漫画紹介 TikTok というのがどのようなものか、ちょっとイメージができない方もいらっしゃるかもしれないので、ここで実際に、もつもつさんが制作した漫画紹介の TikTok の動画を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。心が弱い人は絶対に読んではいけない最強うつ漫画トップ5。うつ漫画好きな僕でも読むのがかなりしんどかった5作品を紹介します。5位の時点でかなりうつで、1位に関しては最後まで読めない人の方が多いと思います。第5位、ブラッド・ハーレーの馬車。無期刑の囚人たちのいろんな欲求を満たし、暴動を抑えるために刑務所に放り込まれた少女たちのお話。女性はマジで読まない方がいい。第4位、おやすみプンプン。ごく普通の少年プンプンの過酷な運命を描いた作品。平凡だからこそ感情移入をしすぎてしんどくなります。第3位、ミスミソ。家族を殺された少女の凄惨な復讐劇。目も当てられないとはまさにこのこと。第2位、君に愛されていたかった。中学時代のトラウマから愛に飢えている少女の物語。クズがクズにクズなことをします。そして第1位、愛と呪い。軽々しく紹介はできない半分実話の作品。読むのは自己責任でお願いします。方言暗記を紹介。高校退学になった一ノ瀬式は、ある日突然男に襲撃され、そこに助けに来た血の繋がっていない父親に、式は鬼の血を継いでいること。襲撃した男は桃太郎の血を継いでいることを告げられます。そこから鬼の子孫対桃太郎の子孫の戦いに身を投じていく異能ダークヒーロー漫画、桃太郎をバトル漫画にしちゃうっていう斬新な設定なんですけど、鬼それぞれ違う能力を持っていたりとか、鬼のための学校があってそこで仲間ができたり、鬼も桃太郎も自分が正義だと思っていたり、王道な胸アツ展開満載で今後大ヒットするんじゃないかなと思っています。気になった方はぜひ読んでみてください。はい、というわけでですね、今皆さん見ていただいて、もつもつさんがこう漫画紹介した動画見ていただいたと思うんですけれども、非常にもういい、なんていうんですかね、軽妙なトークといいますか、いいテンポで漫画を紹介していただいてまして、まあこういったもつもつさんの漫画紹介の動画から興味を持って漫画を実際に購入しているという方がですねたくさんいらっしゃいまして、こういったまあ TikTok の紹介からまあ、作品だったり商品が売れていくっていうのを、今 TikTok 売れというふうに言われております。はい、で漫画業界における TikTok 売れというところで、まあ、今ですね非常に TikTok 売れで有名な作品があるんですけれども、まあ、桃源暗記という作品が、今もつもつさんも紹介してくださったように、まあ、TikTok から火がついて売れていると言われてまして、他にも何か売れている作品があったりするのかってところをまずは聞いてみたいと思います。はい、そうですね、その桃源暗記が、まあ、一番
一番反響があったというか、一番最初にご連絡とかいただいて、あ、 TikTok の影響って大きいなっていうのを感じた作品なんですけど、他にもさっきの動画で紹介していた愛と呪いも、まあ、TikTok と YouTube にも投稿したんですけど、それが300万再生と500万再生とかいって、愛と呪いがちょっと前の作品で、もう本屋さんに並んでなかったりとかしてたんですけど、ちょっとお問い合わせとかしていただいたみたいで、そこから、はいはいはい、重版につながったっていうことはご連絡いただきました。なるほど。なんかひろゆきさん、今もつもつさんが紹介していた漫画の中で気になる作品とかありましたか？はい、そんな振り方。まあでも、まあ実際あんま読んだことない作品が多かったんで、はいはいはい、まあやっぱなんかどんな感じなのかなとは思いましたけどね。はい、その読まない方がいいとか言われるとねみたいな。確かにその読まない方がいいって紹介の仕方がまた面白くて、逆にその辺もやっぱ考えられてるんですか、読んでみたくなるように。そうですね、読まない方がいいとはほんまに思ってないんですけど。それはそうですよね。そうですね、なんか興味を持ってもらうために、はい、TikTok って検索とかフォローしてる人を見るとかじゃなくて、おすすめに流れてくる動画をひたすらにこうスワイプして見ていくので、その最初に興味を持ってもらうようなちょっと強いワードを持ってこないと見られなかったりするので、それで絶対に読んではいけないっていう、読んでほしいんだけどそういう風に言ったりしてます。じゃあやっぱそんな風にバズらせるためになんか紹介の時に工夫してるような、なんか紹介の仕方他にもあればぜひ聞いてみたいですね。そうですね、一番大事って言われているのが視聴維持率なんですけど、その視聴維持率を上げるために、そのさっき言ったような最初のインパクトのある言葉を使ったりだとか、あとは編集でちょっとザザザってノイズを入れるような編集をして興味を持続させるとか、その最後までどうやって見てもらえるかっていうところを意識してます。なるほど。なんかまあバズらせるために、まあ、いろいろそうやって工夫してらっしゃるってことなんですけども、まあやっぱ作品自体の魅力というか、はい、そういったものとかも結構重要になってくるのかなと。そうですね、思うんですけども、なんかバズった作品の中にこう一定の傾向とかってあったりするんですか？そうですね、やっぱ強いジャンルとか伸びやすいジャンルっていうのはあって、うん、そのさっきの動画のうつ漫画というか、ちょっと暗めの設定の漫画とかは、なんていうか怖いもの見たさみたいな感じで、漫画に興味ない人も興味持ってくれやすかったりして、うつ漫画とかホラー漫画とかは伸びやすかったりしますね。うん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 、であとはそうですね、女性人気のあるような作品とか、女性に興味持ってもらいやすい作品とかも割と伸びやすかったりとか、あと設定が結構変わってる作品とかは伸びやすいですね。はい、この前紹介したのが何だったかな、ちょっと見ていいですか？あ、どうぞどうぞ見てください。あ、すみません、じゃあその間にちょっと補足させていただくんですけども、先ほどもつもつさんの作った動画流させていただいたんですけれども、あちらちょっと音楽は、ないんですけれども、TikTok で見た時は音楽が流れるような仕様になっておりますので、あちらはちょっと今回音楽なしバージョンで流させていただいたんですけども、まあ、音楽と一緒に見ていただくとよりこう作品が魅力的に映るかなと思うので、ぜひもつもつさんの TikTok のアカウントから気になる方見てみてください。あれですね、藤子 F 不二雄先生の気楽にやろうよっていう短編集を紹介したんですけど、その中の表題作の気楽にやろうよが、性欲と食欲の価値観が入れ替わったらっていう設定の作品で、うんうんうん、最初に性欲と食欲が入れ替わったらどうなると思いますかっていうふうに紹介して、はい、そしたらやっぱり見てくださる方は漫画に興味なくてもどうなるんやろうっていう風に見てくださるので、やっぱ変わってる設定とかそういう想像力膨らませられる設定っていうのは伸びやすかったりします。なるほど、設定が面白いと確かに、何それみたいになりますもんね。はい、なんかひろゆきさんの方で今までのところでなんか深掘りしたいところとかありますか？
振りが雑。すみません、いや、もともとあれなんですよ、 TikTok に関してひろゆきさんがかなりこう関心を持ってらっしゃるというところで、はいはい、まあ、今回のテーマ選びになっているというのがあるんですけども、まあそうですね、僕としてはやっぱその、いや、なんかそのもしかしたら飛ぶのかもしれないですけど、その、はい、単純にその僕らが狙って何かできることがあるのかっていうところ、はいはいはい、っていうのはまああるのかないのかによってはだいぶ今後の身の振り方が変わってくるなと思うんですけど、どうなんですかね、その辺は。まあ、まあ、実際そのまあそういったそのちょっとやっぱ興味をそそられるような不思議な設定だとか、まあ、そういう怖いもの見たさとか、はい、まあそういうのとかはあれど、まあもちろんそのさっき言った桃源暗鬼なんか割と王道的な設定で売れてるものもあって、うん、まあこっちからするとこうじゃあそのバズったものとバズってないものに一体どういった差があるのかとかっていうのはあんまりその辺は客観視できてなくて、はい、その辺なんか傾向とかあるのかとかそういうのは気になりますけど。そうですね、そうですね、やっぱなんかバズりにくい、バズらせにくい、はい、っていうか紹介が難しいジャンルはコメディ系はやっぱりちょっと難しかったりしますね。 あのそのギャグとかで、ギャグはこうだから面白いって言っても、はいはい、じゃないですか、お笑いはこうだから面白いみたいに言ってもっていう感じなんで、そのそうですね、作品がこう中身は面白いのに伝えき、コメディとかなかなか伝えるのが難しかったりしますね。確かに、なるほど、それはありますね。うん、まあ、僕コメディ書いてますからなかなかそれは確かに分かるなと思いますね。うん、なるほど、ありがとうございます。逆になんか思ったほどなんか伸びなかった動画とかってありますか？ちょっと申し訳ないんですけど、彼女が僕伸ばせられると思ったんですよ、はいはいはい、設定面白いから、はいはいはい、伸ばせられると思ったんですけど、ちょっと不発でした。じゃあ後でもう一回撮りましょう。あ、もう一回。あ、でも確かに今日もうワンチャン行ってきましょう、はい、コラボで具体的に言うとなんか どういうところが伸ばせそうと思って、あのどういうところが、まあ、もし思うほど伸びなかった要因なのかなって考えてらっしゃいますか？その二股してもいいか一緒に聞きに行かないか、行かないかっていう結構衝撃的なセリフがあったんで、それを最初に持ってきて紹介したんですけど、なんで伸びなかったのかな、なんででしょう、なんで伸びなかったのかな、困るな。そうなんですよね、もうちょっと考えたいですね、ちょっとリベンジしたいですね。そうですね、漫画自体はすごく人気なのに、はい、だからやっぱり作品自体がすごく人気があったとしても、まあ、また TikTok で伸びるかどうかは別っていうところですね。そうですね、でもその紹介した時がまだアニメ化も決まってなかったかなっていう感じだったのもあって、でも人気な作品はやっぱり反応が来やすいので、この作品面白いっていう風にコメントついたりとかしやすいので、人気な作品は伸びやすくはあります。絶対に伸びるっていうわけではないですけど、はいはいはい、そうですね。じゃあ後であのまたもう一回チャレンジしていただいて、ね、でもまさしくさっき言ってたちょっとコメディが難しいってところを、まあ多分 そうですね、多分そのどっちかって言ったら人間の汚い部分とかの方がなんか伸びやすいのかなって感じは、やっぱその TikTok に限らずその Twitter とかに流れてくる広告漫画とかもやっぱりちょっとそのなんかドロッとしたやつとか、そういうなんかこんな嫌なやつがいてみたいな、なんかやっぱそういうのが多いし、やっぱまあみんなそういうやつがどうなっていくのかとかやっぱ見たいっていう、そのなんか今嫌な言い方をすると自分よりも下の人間がさらに下になるとか見たかったりとか、そういうなんかこうまあ、なんとなくあるなっていうのも思うし、はい、なんか楽しげなやつはまあなんか見たいっていう気持ちと、そういう怖いものが見たいとか嫌なやつをがどうなのか見たいとか、そういう方がやっぱなんかこうモチベとしてはやっぱ強い気もするんで、まあこの辺はなんかこうネットで宣伝するところでのなんか相性っていうのはまあどうしてもあるなとは思います。はいはい、逆 に雑誌で人気取ろうと思うと結構暗いのって難しいんで、はい、うんうんうん、この辺はなかなか難しいところでもあるんですよね。はいはい、うん、ひろゆきさんの方でその
なんというか、まあ、実際今回 TikTok でところに興味持っていただいていると思うんですけども、はいはい、その作品の方向性に関してその雑誌の方 の, その今の受けとウェブでの受けがちょっと違ってくるってところで、なんかその辺の受けの違いとかをこう意識して内容にこう反映させることとかってあるんですか？まあ、もちろんこの漫画はその二股していいか聞きに行かないかっていうところが軸で作られてるんで、はい、でもそこがあるからできて、ね、まあ、そこに関してはネットである程度反応は出るだろうっていうのは私は見込んではいたんですけど、そのやっぱりかといって そこまでネット層に合わせることはやっぱしない、はい、やっぱそこは結局なんだろう、まあ、言って広告見て広告を見て、あ、なんか興味がある、まあ、買ってみたいなって言って読むっていうのって、うん、結局まず広告を出してもらえるかどうかって問題と、はい、でまあその広告作る人の腕にもよるじゃないですか、はいはいはい、だからこっちが関われない要素が多いんですよね。こっちがコントロールできない部分が増えれば増えるほど漫画ってギャンブル性が高まるので、はい、僕はそっちは基本的にはいかないようにしてて、はい、基本的には自分でコントロールできるところでこの売り上げとかそういう人気っていうのをコントロールした方がまあ打率が上がるので、僕は基本的にはそっちでやろうとはしてますね。分かりました、ありがとうございます、そうですね、まあ、でも実際出版社さんとかも紙がメインで、まあ、売っていきつつも、はい、まあ、そのなんていうかこういった TikTok に実際に広告を出したりというか、うん、TikToker さんに紹介をお願いして依頼するみたいなお話も結構聞いたりしてるんですけども、まあ、もしあれだったら、まあ、社名とかは実際言えないとは思うんですけれどもまあ結構 TikTok やっててその出版社さんからこういったお話いきますねとか、はい、保護者さんからはこんな感じで力入れてますねみたいな、まあ、言えそうな範囲でちょっと匂わせられとかで何かありますか？そうですね、最近は結構漫画アプリから、はいはい、PR 案件いただいたりとか、はい、あとは出版社さんとか、まあ、漫画家さんとかからも検本っていう形で読んで面白かったら紹介してくださいみたいな形でご検本いただいたりみたいなことは結構ありがたいことにあります。漫画買わなくても、そうですね買わなくてもなんかもうどんどんもらえそう、そうね、買うペースよりですよね、きっと読むペースよりもらうペースの方が早いみたいなそんなにいっぱい来るんですか？漫画好きとしてはすごいなんか趣味と実益も兼ねていいですよね最高です、ありがとうございます。まあそうですね、まあ、結構その出版社さんから依頼も来るというところで、次ちょっと次のテーマに行きたいと思います。はい、まあ、TikTok と、マネタイズというところで、まあ、出版社さんとかから、まあまあ、依頼をいただいて、まあ、動画を上げたりすることもあると思うんですけれども、そうするとまあやっぱりお仕事みたいなところにもなるとは思うんですけれども、まあ、その TikToker さんがその動画を上げるモチベーションっていうか、そういったところとかっていうのはどういったところにあるのかっていうのをちょっと聞いてみたいなと思ってます。そうですね、最初 TikTok を始めた時はその漫画業界に貢献したいみたいなところで始めてはなくて、まあ、TikTok なんか最近伸びてるっぽいしコロナで暇やしやってみようかなみたいな感じで始めたんですけど、まあ、そこから陶芸暗記とか反響をいただけて、漫画家さんとか出版社さんからなんかありがとうございますって言ってもらえることが増えたんで、あ、これはやりがいがあると思って、好きなものを作ってる人たちに感謝されるって、はいはいはい、半端ないやりがいなんで、うん、そこがモチベーションですね。ああ、そうなんですね。なんかちょっと やらしい話しますと漫画家さんはその宣伝してもらってその本が売れたらその、まあ、紹介してくれて嬉しいっていうのもあると思うんですけども、まあ、実際本が売れたらこう収益としては入ってくるみたいなのもあると思うんですけども、まあ、そういったところよりかはもう本当にやりがいの方、喜んでもらえるみたいなところが大きい。そうですね、まあ、最近は本当にお仕事とかいただけることが増えたんですけど、TikTok 始めたのが去年の5月とかで、お仕事いただけるようになったのが今年の5月とかなんで、1年間はもう無賃でただただ何も発生せずに動画投稿してたんで、本当に、はいはい、楽しいっていう、楽しくてやりがいがあるからやってたって感じですね。なるほど。いや、稼げるに越したことはないですけど。そりゃそうですね。そりゃそうですよね。ちなみに
今お仕事辞めたら食っていけますか？お仕事をやってなくて、いい質問ですね、はい、お仕事をやってなくて今就職就活生なんですけど。あ、そうなんですね。そうなんですよ。 でも、まあ、あのアルバイトは辞められましたね。あ、はいはいはい、いい情報いい情報今 TikTok のフォロワー数が、19万人、19万人、はい、皆さん TikTok のフォロワー数が19万人いればアルバイトをしなくて済む。アルバイトやらなくて済むと、これはなかなかいい情報ですね。そうですね。今ひろゆきさんの TikTok のフォロワー数は38,000人。38,000人。でも僕のところには案件来ないので。なるほどゼロです。ゼロ。いや、そうですね、じゃあもうでも本当に楽しいからやれてるですね。いや、でも 今って動画の投稿ペースってどのくらいですか？ほぼほぼ1日1本でやってたんですけど、最近は 2日に1本とかですね。あ、結構でもネタ探しも大変だと思うんですけど。いや、そうですね。その辺ってなんかこう、もう常に面白い漫画を探している状態。あ、本屋とかってやっぱどのくらいのペースで行ってるんですか？あ、でも本屋さんは正直最近あんまり行けてなくて、はいはい、まあ、ネットサーフィンして探してって感じなんですけど、はいはい、そうですね、正直 TikTok 始めてから漫画買うペースはバカみたいに上がりましたね。あ、そうですね。めちゃくちゃ増えました。それはこう TikTok で紹介するネタ探しのためにどんどん面白い漫画見つけてこようみたいな。そうですね、それもありますね。ちなみにネットサーフィンで探すときってのはどういうところで探してくるんですか？ほぼほぼツイッターでやってます、ね。どんなして探すんですか、ツイッターで？なんか漫画好きの方って結構ツイッターで今日買った漫画みたいな感じで上げたりとかされてるんで、そういう方フォローしたりとか、あとはまあ好きな漫画家さん編集者さんとかをフォローしたら、まあ勝手に流れてくるんで。なるほど、はいはいはい、そこから好きそうなやつだったら買ってっていう感じで。なるほど。あとはまあ Amazon のあれ Kindle じゃなくて、はい、レコメンドとかで探したりって感じですね。なるほどなるほど、ありがとうございます。なんかひろゆきさん的には、はい、YouTube より可能性を TikTok 感じているという、まあお話。そうですね、だからさっきもおっしゃられてましたけど、やっぱその、はい、TikTok っておすすめ動画っぽいものをパッパッパッってスライドして見るんじゃないですか、はいはい、で YouTube ってこの動画見ようって言ってクリックするじゃないですか、はい、あんな見ないです。要はそのこう有名人の動画はそれで見ますけど、はい、誰とも分かんない人の動画なんていちいちクリックしないので、はい、その、はいはい、僕らみたいなよく分かんない漫画家とかがこう動画出しても、まあ、基本誰もクリックしないので、その見てもらえないんですよね、そもそも、まあ、はいはい、サムネイルとか頑張れよとか話になるかもしれないんですけど、まあ、基本見てもらうのがマジで難しいので、はい、そのクリックしなくてもおすすめにさえ流れてくれば見てもらえるっていうのはめちゃくちゃでかいですね、はっきり言って。そうなんです。でもYouTube とかでも、まあ、ひろゆきさんぐらい その人気漫画家さんになったらやっぱファンの方も多いと思うんですけども、まあまあ、漫画読みたいかと作者の話が聞きたいかまた全然話が違うので。なるほど。じゃあやっぱり作品が結構人気というか手応えとかを感じていても、まあ、YouTube やった時とかにやっぱ苦戦したりとかしてるって中で、まあ、TikTok だったら結構そのまあまあ、YouTube よりはマシだと思いますけど、基本的に漫画家という動画サイトって基本相性悪いんで、はいはいはい、できることがそんなにないので、だからまあうまく活用できればいいなとは思いつつも、はい、まあなんかそんななんか確実にこれやっていけばいいんだなみたいなところまではやっぱちょっとなかなかねっていうところではあるんですけどね、うんうん、まあいやまあできる範囲で頑張ろうとは思ってますけど、はいはいはい、逆にもつもつさんはまあ、それこそ YouTube で YouTuber みたいな感じで漫画紹介する選択肢とかもあったと思うんですよ。はい、別に Twitter で漫画紹介してる方とかいますし、うん、まあ、それの中でなんか TikTok を選んだ理由ってあるんですか？しかも1年間はもうなんか鳴かず飛ばずというか、はい、そういった時期もあったっていうことなんですけども。うん、そうですね、まあ、さっきおっしゃってたように、TikTok ってもうそのフォロワーゼロの状態で1本目投稿した動画が100万再生いくとかも結構あって、全くの知名度のない状態から始めるのにはめちゃくちゃ適したプラットフォームなんで、
そこでやっぱチャンスがあるかなと思って YouTube とかも、まあ、やってた時期はあったんですけど、はい、やっぱり拡散力とかも全然違うので、うんまあ、YouTube とかだと漫画好きしか見ないんですよ、はい、ですけど TikTok だったら漫画好き以外の人にも興味持ってもらえたりとかするのでやっぱりそういう拡散力とかが一番でかいのは TikTok かなって思います。うん、なるほど。じゃあそこの、まあ、SNS とかの性質みたいなところを、まあ、その研究してこれだったらこう、はい、自分が今から始めてもうまくいくんじゃないかってところで、はいまあ、TikTok を選んでらっしゃる。今後の目標とかってありますか？そうですね、そうですね、あの僕の他にも漫画紹介してる TikToker さんいらっしゃって、うんうん、書店員花さんとか、はい、ヌーンさんとかいらっしゃるんですけど、そういう方となんか協力してなんか漫画大賞みたいなしたいなって。あ、 TikTok 内でまあ、なんかそういうちょっとちっちゃく企画みたいな感じでしたことはあるんですけど、はいはいはい、やっぱああいうのってかなり売り上げ変わったりするっていうじゃないですか、はいはい、そういう企画をやってみたいなとは思いますね。うーん、なるほど。なんか漫画紹介以外でやってみたいこととかってあります？漫画紹介以外、これやったら面白そうだなとか、はいはい、あ、漫画紹介以外ですか？あんまり考えたことないですか？あんまりないですね。あ、なるほどなるほど。何ができると思いますか？でもひろゆきさんそれこそ筋トレ動画とか、まあ、僕はもうなんか何していいかわからんから、はい、漫画家がしなそうなことやってみただけなんですけどなんかいや筋トレしながら漫画紹介するやつ家だろうなと思ってなんか、まあ、あとはなんか筋トレしてますよってことをただアピールしただけっていうのもあるんですけどでも実際それがやっぱりなんか功を奏したっていうか、いなかったからこそ面白かったみたいな。まあ多少そうですね、なんかようわからんですけど40万再生ぐらいはいったんで、なんかようわからんなと思いながら、うん、まあそうですね、だからそれでだいぶフォロワーさんも増えたんで、まあ、うんそういうところからなんか要はバカなことやってる漫画家がいるな、どんな漫画描いてんだろうみたいなルートを作れればいいなぐらいな感じではいるんですけど、なんかそこからこうなんかちょっと数字動いたなみたいな感じとかありました？でもフォロワーはその時にだいぶ増えたんじゃないですかね。筋トレだけで多分1万5000人ぐらい増えたんじゃないかな、まあ、その何本か出したんで、はい、それでだいぶ増えましたけど、ちょっと今次のネタがなくて。あ、そうなんですね。まあ、でももういいんじゃないですか、ずっと筋トレとか。まあ、それでもいいかなと思ってますね、はい、その数字って、漫画の方のちょっとでも動いたなみたいな、この日やっぱちょっと他の日と違ったなとか。ですね、僕も多分でも日本見てるわけじゃないんでちょっと分かんないですね、そこまでは。そうなんですね、うん、まあ、聞けば分かるかもしれないですけど、はいはいはい、いやそれであの松本さんもなんかその今結構その数字がショーとかで動くみたいなお話あったと思うんですけども、 TikTok でまあショーとかはないにしろその日々動画とか投稿されてて、なんかそれどれぐらいこうなんか動いたみたいなとか、なんかあの自分が紹介した後になんかどっかのランキングで上位になったとか、なんかそういうこう言える範囲でなんか具体的な、まあ10班かかったとか。あ、まあ10班かかったのはさっき言ったような 2,3 作品ぐらいですかね、まあ、ご連絡いただいたのは。連絡はないけどかかってるやつはきっといっぱいあるでしょうね。そうなんですかね、その分かんないんですよね、やっぱり伸びて、はいはいはい、もうその中のデータが見れないので、その、まあ、書店員さんとかやったら見れるのかもしれないですけど、うんうん、僕見れないんで逆に教えてほしいですね。ちょっと動いたらご連絡作者の人も10班かかったけど、なんで10班かかったか多分分かんないっていうのも普通にあると思うんですよね。 TikTok 見てない人は多分漫画家さんめちゃめちゃ多いと思うんで、うん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 、結構なんかパリピの文化っていうイメージがどうしてもあるというか、はい、僕もずっとそう思ってましたけど逆にじゃあそういった中で どうしてひろゆきさんは TikTok 始めようと思ったんですか？なんか宮島先生がやるっていうからあ、そこきっかけだったんですね。ああ、そうです。なんか宮島先生がやるっていうから、はい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 、なんかライブしようよ、なんか一緒にライブしようよって言われたんで、でライブするにはフォロワーが1000人いるって言われて、じゃあなんかまず1000まで増やさないと1000集めますって言って、なんかイラスト出てるって書いてそれ動画撮って、はいはいはい、アップして1000人にしてみたいな感じ。1000人してってあの聞かれていますけど、1000も最初は大変なんじゃないですか？もうどうですか？あ、そうですね、でも1本バズったら1000はもう
その日にパッて行ったりするんで、まあ、言うてね、ツイッターのフォロワー数はそれなりにいるんで、そこで宣伝すれば多少は行くんで。ちなみにもつもつさん自身のフォロワー数がなんかこううって伸びたなっていう時っていつ何の時です か, 気になります、ね。僕結構伸びるのが最初遅くて、フォロワー数が今19万人なんですけど、2020年の5月に初めて、今年の2月で7万人とかだったんで、7万もそこそこ多いとは思いますけどそうです。でそこで、動画が2本ぐらい200万再生ぐらいいったのが、そこでもうバンって増えた感じですかね。それは何の動画だったんですか。呪術廻戦の次に来る漫画5選みたいなやつと、まあちょっとエッチなやつ、そのエッチなやつもちょっと強いですね、ジャンルとして。まあ、動画がバンされるっていう危険性はあるんですけど、はいはいはい、なんかすごい気使ってますよね、動画見ると。そうですね、なんか表紙でもなんかちょっとでもなんかセクシャルなやつは全部隠してますもんね。結構厳しいんで、そうですね、不正事したりとか、はい、ピー入れたりとかは絶対にしないとダメですね。そうなんですね。結局動画編集とかもかなり力入れてやられてるってことですか。そうですね、最初はそこまで入れてなかったんですけど、やっぱりどんどん TikTok 今注目浴びて、どんどんユーザー数増えたりしてて、動画の質も上がってるんで、ただテロップ入れてるだけとかやったら難しかったりするんで、はい、そのテロップ表示するときにちょっとエフェクト入れてザザザってさせたりみたいなこととかは意識してますね。その辺動画編集って TikTok アプリ内だけじゃなくても別の動画アプリとも使ってるんですか。そうですね、別のところで。そうですよね、やっぱなかなか時間かかりますよね、多分そうなると。そうですね、まあでも動画が短いんで、はいはい、1本1時間とかです。あ、でも、あ、なるほどなるほど。あ、それだったら続けられるかもしれないですね。まあ、でもネタ探しの方が大変じゃないですか、多分。そうですね、うんうんうん、そっちの時間の方が長い。はい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 。ひろゆきさん の, あの筋トレのやつがどれぐらいで撮られてて。え、5分10分じゃないですかあ、じゃあ結構もう一発撮りな感じで。あ、そうですね、動画ほとんど一発撮りで、別に特にそんな編集とかもしないので、ペッて出してはい終わりって感じですけどそんな分かるじゃないですか、見れば。いやいや、まあでもあのこう細かいところでもなんかわざと素人っぽくした方がいいみたいなとかあるじゃないですか。どうなんでしょうね。なんか完成されすぎてるとなんかちょっとあの企業っぽくて逆に良くないみたいなお話とかも聞いたことがあるんですかね。いや、分かんないですけど、まあ、このちょっと適当な感じがまた逆に面白かったのかなまあ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 、まあ、漫画が売れてくれれば何でもいいんですけどねはい、あ、じゃあちょっとチャットを読み上げてみたいと思うんですけれども、はい、今チャットで来てるのがですね、もつもつさんの動画を見て愛と呪い買いました、ありがとうございますっていう方いらっしゃいますね。あと、もつもつさんに質問っていうので、あの早速質問来てるんですけれども、はい、多分これあの漫画家さんの方でこう拳本とか考えてらっしゃる方かなと思うんですけども、はい、漫画の宣伝をお願いするときにこういう頼まれ方をすると困る、あ、こういう頼まれ方をされると逆に分かりやすくて結果が出やすいみたいなものあったりしますかっていう質問をいただいてます。そうですね、まあ拳本とかであれば拳本いただくタイミングで紹介できるかどうか分かんないので、紹介してくれるなら拳本しますみたいな感じだと、あ、できないですってなることがあります、うん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 、あとは別に、そうですね、別にお仕事としてってことですかね。まあお仕事とか、あと拳本に関しては多分そのとりあえず送るじゃないですけど、あの多分あの読んでもし面白かったらぜひみたいなケースもあるとは思うので、はい、でまあ、多分そういったところとかもあるのかな。でもなんか気まずくないですか、あの漫画家さんから直接読んで面白かったら紹介してくださいって言って送って、紹介しなかったら、あ、つまんなかったのかみたいな感じになるから、できればなんか編集部からお願いしますっていう感じにはなりません、まあ、はいはいはい、まあ、確かにそう言われてみればそうですね。一応僕らあの個人の作家さんの活動を結構支援してたりもするので、中にはやっぱりこう
個人の方で TikToker さんに紹介してもらいたいと思っている方、それこそその、 あの出版社の編集部の方の宣伝とかない分自分で宣伝したいっていうところで TikTok に可能性感じている方とかも、まあ、いらっしゃるのかなと思って、ですけど、確かにひろゆきさんのおっしゃるあの リスクというか、基本的に漫画家さんのことが好きで、はい、漫画が好きでやってて、うん、漫画家さんから直に頼まれて断りづれえけど、でもちょっとこれに関しては趣味じゃなかったんだよなっていう時に困るから、うん、まあ100万円ぐらい包めば大丈夫だと思います。さすがにもうちょっと安く受けてもらえるとは思うんですけど。そうっすね。でもまあでもなんかその辺はなんかちょっとやっぱ紹介する側としても気使う部分もあると思うんで、はい、なんか難しさもあるんだろうなとはなんとなく思いますね。まあ、そうですね。確かに少なくともさっきあの松本さん冒頭の方でもう読むペースとか紹介するペースよりももう拳本のペースの方がもう多いっておっしゃってたんで、あの、まあ、もしあの松本さんに拳本考えてくださってる方は、まあ、ちょっとそのあの忙しくて紹介してもらえない可能性もあるけれども、ね、あ憲法自体はもう嬉しいってことだったので、嬉しいです、めちゃくちゃ嬉しいです。あの仮に紹介されなかったとしても決してその作品のがどうこうとかそういうことではないと、ね、あと面白くても紹介するのが難しかったりとか、どう紹介したらいいか分からなくて後回しみたいなこともあるので、確かに確かに、あなるほど、そうですよね。だから面白いとか、まあ、つまんないとかそういう基準で紹介してたりしないですよっていうところだけ。あすごいですね。なんかあのちょっと質問の方が盛り上がってきたんですけども、はい、こういうテーマこういうモチーフだと取り上げやすいみたいなことはありますかっていう。そうですね、ギャグはさっきなんか難しいみたいな、あのもしも何々だったらみたいな設定は紹介しやすいですね。僕もよく動画でもしも何々だったら皆さんどうしますかみたいな感じで動画を始めることが多かったりするんで、もしも系の設定はやりやすいですね。あとはまあホラーとかですかね。なるほど、ホラーとかもしも系。ホラーか、ホラーはでも難しいんすよね。ひろゆきさんホラー漫画とか書いてみようとかは思わない。っていうかそのやっぱ漫画の雑誌で連載するにおいてホラーってなかなか鬼門というかむずいなと思いますね。やっぱ今普通に連載してる漫画でホラーの漫画ってそんなない、はい、特に少年誌なんかでは多分ほぼないと思うんですけど、やっぱそれだけ難しいし、やっぱ人気とか取りづらいとかだと、まあ、暗かったりとかで、はいはいはい、やり多分戦いにくいとは思うんですけど、でもそういうものがある場所においてはすごく強いっていうのもまたそれは結構不思議な状態で、だからまあ多分それは多分普段漫画読む人と普段漫画読まない人が興味持つものが違うっていうところの問題があって、じゃあ普段漫画読まない人に対して漫画を描く場合は最初のマネタイズが難しいですよねっていう、はいはい、うん、そこら辺が結構だから結構過去の漫画が多いんじゃないですか、うん、そっち系って。あそうですね、確かになんかツイッターのなんかこう嫌なやつがみたいなやつもやっぱ大体なんか昔の漫画が多いというか、現行の漫画っていうよりはやっぱ昔こういう漫画があったよねっていうのを割と、うん、あの広告漫画に直してプロモーション流してるってパターンが多い気がするんで、確かになかなか最近の漫画としてそれをあえて書くっていうのは、じゃあ最初どうするのかっていう、 TikToker さんが紹介してくれてバズ紹介してくれることがまず一つで、それでバズるかどうか、はい、そこまで期待して漫画を書けるかどうかっていうところが一番難しいなって思いますけど、そうですね、はい、うん、そうですね、まあ、でマガジンとかですと結構、まあ、ホラーではないですけどその何ていうんですか、ミステリーとかそのデスゲームみたいなちょっと怖い要素みたいな入って作品とかは、デスゲームとかってどうですか。デスゲームはそうですね、ああどうですかね、あんまりイメージない TikTok 的には。パニックものとかは結構伸びやすかったりするんですけど、デスゲームどうですかね、あんまり僕が紹介してないっていうのもあるんですけど、どうなんですかね、なんかその想像しやすいです、その視聴者が
自分がこういう状況になったらみたいなことを主張、うん、想像しやすいものであれば伸びやすいのかなっていうふうには、はいはい、確かに確かに、うんうんうん、ありがとうございます。じゃあちょっとですね、時間が結構もう4時半になってきちゃったんで、うん、じゃあ最後のテーマですね。はい、それ最後のテーマですね、もつもつ流 TikTok の伸ばし方というところで、はい、今、まあ、こんな紹介、まあ、先ほどもちょっと軽く触れてはいただいたんですけれども、まあ、今ひろゆき先生もあの TikTok ご自身でやられてるってところで、はい、まあ、あの TikTok で作品を売っていくってところにすごく、まあ、あの可能性を感じてるというところで、まあ、ひろゆき先生がこう TikTok 伸ばしていくにはどうすればいいかみたいなところをぜひこうもつもつさんの方で、はい、指導というか指南というか、あの僕がどうしたらフォロワー10万人になれるかを、はい、もう何なら19万5千人ぐらい、19万5千人でもいいんですけど、アルバイトしなくて済むようにこう別に僕アルバイトしませんけど、はい、そうですね、やっぱりその TikTok のアルゴリズムって結構短期間でバンバン変わっていくんですよ、うん、はいはいはい、コメント数が多い動画が伸びる時期があったら、シェア数が多い動画が伸びる時期もあってみたいな感じで変わっていくんで、そこは僕はあんまり意識してなくて、通してずっと大事なのがさっきも言ったんですけど、視聴維持率と視聴完了率、動画をどこまで見られたかっていうところが一番重要だと思うんで、そこを意識してつければ、うん、そこがまあ第一ですかね。なるほど、うん、TikTok 内でその漫画家さんって、まあ、多分そんなたくさんはいないと思うんですけど、はい、なんか どんな、なんかその、まあ、もともとさん多分漫画好きで漫画読まれてて、その漫画家さんのどんな動画見たいとかあります？そうですね、これできるのか分かんないですけど、その漫画を描いてるところとか、うんうんうん、出来上がっていく過程とかは気になりますね、はいはいはい、そういう動画投稿されている方もいらっしゃって、うんうんうん、そういう方は見ちゃったりとか、うんうん、あとは、佐藤健太郎先生もやってらっしゃるんですけど、質問返答みたいな、質問返しみたいなことをしていらっしゃって、漫画家の収入の仕組みとか、はい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 、漫画家デビューするにはみたいなとこ答えていらっしゃって、僕漫画家になりたいわけじゃないですけど、やっぱ気になる人って多いと思うんで、うんうん、そういうとこは見たいなと思いますね、はいはいはい、漫画家さんってやっぱ特殊な職業だと思うんで、はい、興味持ってる方って多いと思うんで、そういう質問返しとかは結構需要あるかなとは思いますね。やります。やってぜひやってください。質問全部あの溜まってます。なるほど。なんかあのでも松本さんもひろゆきさんの TikTok アカウントはもう見られたことあるってことですね、はい、はい、それでなんか俺だったらこうするのになみたいな、聞きたい俺がもしあの人格入れ替われるんだったらまずこれやんのになんでやってねえんだみたいなとか。あでも伸び方ちょっと特殊ですよね。多分そうだと思います、はい、僕筋トレしても伸びないんで。いや分かんないですよ。いや分かんないです。確かに元筋トレしながら漫画の紹介したら伸びる。急に筋トレし始めたらそれはそれで面白いと思います。だってもう19万もフォロワーいます。そうですね。あこういう動画って最初に完成形映してる感じですかね、はい。あ、映してない。あ、映してないですか。あ、今こういう動画っておっしゃっていただいてるのは、まあ、多分あの作画動画、作画の高速の早回しの動画です、ね、はいはいはい、はい、作画の高速の早回しの動画ですね。そういう動画投稿される方多いと思うんですけど、はいはい、最初にその完成形を 0.1 秒とかでいいんで映してからその作業の様子こうにするとその最初の完成形がどう作られていくのかみたいなところで、美味しい状態を先に出しておいて、そうそうです、はい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 、それの過程をもう一回戻すっていう、はいはい、あとちょっと際どい家とかだと、はいはい、そうちょっとモザイクかけておいて、はいはいはい、を最初に持ってきて、そこからなるほどなるほど、あの作っていく過程みたいなだと、はいはい、そうすると最後まで見てもらえると思うんで、うん、そういうところで視聴維持率上がって動画再生数伸びるんじゃないかなとは思います。はいはいはい、
まあ、それは確かに素直に大事ですね。すごいですね、結構ガチめな、なんかコンサルティング入ってますけど。いやいや大事だと思います。やっぱり一番最初にこの動画を見ると何が美味しいのかっていうのはやっぱ絶対最初に見せなきゃいけないと思うんで、まあ、その僕もまあ適当にやってるって部分ももちろんあるんですけど、そのやっぱ漫画もやっぱ一緒で、やっぱりどう何が美味しいのっていうのを最初に見せないと最後まで読んでもらえないんで、そこは多分動画にしたって漫画にしたって一緒だろうなとなんとなく分かりますね、はいはい。うん、逆になんかひろゆきさんの方でなんかこれなんかあんまうまくいかなかったんだけど、その原因をもつもつさんに考えてみてほしいみたいなとか、動画の、まあ、動画とかでもいいですし、どうですかね。でも動画そんなに一生懸命作ってないからなんて思うけど、一生懸命作って失敗したんだったらまだちょっとなんでだろうってなるんですけど、まあ、適当に作ってるからそれはそう回んなくてもそれでよなって思っちゃうから。なるほど。まあそうですね、まあどうなんですかね、まあ難しいですね。動画はやっぱ自分で撮って自分で編集して自分でアップしてますからね、なんかその辺どのくらいコストかけてこういいのかってところは正直ありますけどね。なかなかすぐにはできないんで、僕もなんか動画編集とかそんな慣れてるわけではないから、まあ、その辺まあ本当は多分誰かに頼むのが一番いいとは思うんですけど、そこまでするかと言われるとしないんですよねっていう。まあ、あと週刊連載やられてたら忙しいですもんね、まあ、動画撮ってる時間もなかなかないというか。そうなんですけどね、まあまあまあでもなんか可能性は感じるんで、ちょいちょい空き時間にちゃんとやろうかなと今後も思っております。はい、なんかちゃんと、まあ、なんか TikTok 漫画がナンバーワンみたいな感じになったらちょっと美味しいじゃないですか、はい、今あれですね、あのひろゆきさんの TikTok 漫画ナンバーワンを、はい、のポジションを脅かすかもしれない漫画家さんがですね、ツイッターで感想を書いてくださったんですけども、そうですね、あの森川ジョージ先生がですね、TikTok かいい話を聞いたな、やってみるかなと言います。森川先生 TikTok やったら何すんだろう。何すんだろう。いやでも全然想像もつかない。でもちょっと作風的には筋トレとかがハマるっていうか、むしろテンプシーロールとか。ダンスとかしてほしいですね、僕は。ダンス。リズム音楽に合わせてなんかみんながやってるようなダンスをやって、ちょっと森川先生が踊ったら僕はちょっとわーってなっちゃう。まあ確かに森川先生のダンスを見てみたいですけれども、踊りながら初めの一歩書いてみたんです。書けるかって勝手なこと言ってんな俺。いやそうですね、この間もちょっとあの、まあ、ちょっとこのセッションで初めて聞く方はあれですけど、この間もちょっと森川ジョージ先生とまあ、ひろゆき先生と一緒にツイッターのスペースやらせていただいて、そこでもちょっとなかなかこう、まあ、僕がいじられたんで、はい、僕がひたすらいじられるっていう、はい、はい、そういうこともあったんですけれども、はい、まあ、ちょっと森川先生もちょっと参戦してくるとなると、ますます群雄割拠になってくるので、いもう戦いますよ僕も。毎週戦ってますからね、紙面では。そうか、それが TikTok でも戦うという。何がしたいんだ俺らはっていう。でもやっぱり負けたくないっていう思いは。いやもうそうですよ、はい、もう勝たなきゃ。多分森川先生と今ご本人目の前にいないんで、はい、今ならこう、はい、森川先生と強気に結構宮島先生を倒しますよ。宮島先生多分今宮島先生、あでもそっか、でももうちょっといるか多分。あれ今漫画家で一番多い人って誰ですかね。どうですかね、イラストレーターさんとか入れたくて、もうちょっと多分上の人いると思うんですけど、漫画家さんだと誰なんだ。まあでも宮島先生は多分10万ぐらいいるんだよな確か。じゃあそこ、とりあえずそこでですかね、はい、はい、宮島先生倒します。はい、そうですね、じゃあ宮島先生をぜひ倒していただいて。もうすごいですね、もうそのために松本さんにちょっと教えてもらって。少年マガジンの作家さんをみんな、はい、TikTok やり始めるっていう。いやすごいですね、フットワーク軽い人多いですからね。あ、そうですね、はい、多分マガジン作家さんはめちゃめちゃフットワーク軽いんで。そうですね、宮島さんも、うん、だここでやった方がいいよってなったら多分バッとみんなやる人が多いんじゃないかなと思いますけどね。なんかネームバリューある漫画家さんとかだったら、はい、なんか TikTok でよくあるコンテンツなんですけど、はいはい、何日後に正体明かす誰漫画家みたいな、何日後に名前教えますみたいなアカウントとか結構あって、その絵柄から誰か当ててもらって何日後ってなってるから多分気になってみんなフォローすると思うんですよ。はいはいはい、はい、そういうのもありかなと。へー、あーなるほど。なんかすぐは有名だったらすぐ分かりそうっすね。いやそうっすよね、インフォとか出てきたら 100% 分かりますから。へー、いろいろあるんですね。
じゃあそれ、まあ、じゃあもうひろゆきさんがもしその手法をやろうとしたら、まあ、一回今のアカウントとは別、まあ、消さなくてもあれかもしれないですけど、別のアカウントとかでやってってことですか。意味ない。でもむしろそっちの方が伸びたらちょっと悲しいですけどね。なんか今までの努力なんだったんだみたいな。開けた瞬間に減ったら嫌じゃないですか。じゃーんって出てきた瞬間にフォロワーズがキューって言ってなんだお前っつって、なんだお前お前アカウントあるじゃねえかっつって、はい、というわけで残りですねちょっと5分ぐらいになってきてしまったので、はい、ちょっとここからはちょっと質疑応答の時間に、移りたいなと思っております、はい、まあ途中でもちょいちょい拾いながら拾いながら、トークはさせていただいたんですけれども、今日事前にですね質問もいただいてまして、漫画業界関係者の方でですね質問が来てるんですけれども、TikTok 売れや SNS バズなどさまざまな売れ方がある昨今、漫画家さんたちはマネタイズ面ではどこまで設計して動かれているのでしょうか。例えばグッズかアニメ化まで考えて施策を打っているなどっていうのを、こちらはひろゆきさん向けのご質問ですね、はいはいはい、まあ、漫画家さんが何を考えてるかは知らないですけど、はい、まあ、僕でひろゆきさんが何を考えてるか、僕で言うと、まあ、まあまあまあちょっとまあいろんなところで言ってますけど、割と僕は最初はコストをかけないでまず始める、その、はい、まあ、それこそツイッターで、まあ、少ないページ数でアップしてみて、まあ、どのくらい、まあ、リアクションがあるのか、まあ、もちろん、まあ、バズればバズればいい、バズったほどいいし、まあ、いや想定の結果がちゃんと取れるかっていうのを、まあ、感動として見て、なんとなくいけそうな感じがしたら、まあ、同人誌作ってみて、まあ、お金払ってもらえるかとか確認して、はい、まあ、お金払ってもらえたら商業持っていくっていう、まあ、僕はそう基本的にはもうそれが一番楽かなと思ってるんですけど、はいはい、まあ、そこから先アニメになるかとかグッズになるかなんてもう基本的にはこっちでコントロールできないので、はいはいはい、まあ、そこに関してはもう見てないですね。そうなんです。でも、もうめちゃくちゃアニメ化しまくってるわけじゃないですか、はいはいはい、だからそれをでも結果的にっていう感じで最初からまあさ、もちろんできたらいいなとは思いますけど、基本的には、はい、まあ、できなくてもまあそれなりに売れるようにはするっていうのは、まあ、だってアニメ化するかどうかって本当にもう、はい、お金出してくれる人がいるか企画出してくれる人がいるかっていう問題になってくるので、はいはいはい、僕らがお金出すわけじゃないから、やっぱそこはもう誰かの好みにはまらなきゃいけないんですよ。特定の誰かの好みにはまらなきゃいけないんですよ、うんうんうん、でも漫画って基本的に不特定の誰かに売るものなので、はい、不特定の誰かに売る方が簡単なんですよ。なるほど。特定の誰かに気に入られるっていうのはその人の好みの問題になってくるので、はい、そこに気に入られるかいられないか、まあ、ぶっちゃけギャンブルなので、はいはい、そこに何かこう意識を向けてやるの、まあ、もちろん本当に特定の誰かで自分が知ってる人でこの人はこういうのが好きだ間違いないとかできるんだったら それはいいかもしれないですけど、基本的にはそんなことはできないので、はい、基本的には不特定の誰かに対して投げて球がどのくらい当たるのかっていうのを見て、まあ自分でできる部分の中で完結できるマネタイズの方法は考えてやるのは、まあ、どの1ページ作るのにどのくらいコストかかって、まあ、どのくらい回収できるかっていうのを見込みつけてやるっていうのはやってますけどね。わ、はい、かりました、ありがとうございます。いい、はい、もう漫画関係者の質問してくださった方もありがとうございます。でちょっとそろそろですね、名残惜しいんですけれども、お時間迫ってまいりましたので、最後エンディングというところで、お二人にそれぞれまず宣伝があれば一人ずつしていただきたいなと思うんですけれども、じゃあまずもつもつさんから何かこう宣伝したいことがあれば。そうですね、多分漫画関係者の方が見てらっしゃると思うんで、まあ拳本とか今結構溜まっちゃってるんですけども、いただけるのであれば、うん、ぜひぜひいただくのでツイッターの DM にお願いします。と、まあ、よかったら動画も見てください。はい、じゃあひろゆきさんの方で何か宣伝ありますか。彼女連載中で、今8巻まで出て来月、9巻が出て、で今日なんか新しい動くラインスタンプが出てました。よかったら、そうですね、そんな感じで、はい、お願いできたらと思います。はい、います。じゃあ最後に一言ずつ今日の感想をいただければと思います。じゃあもつもつさんお願いします。あ、はい、
まず、今日ここに呼ばれたのは結構驚きで、こんなに漫画関係者の方が、TikTok を注目してくださってるっていうのを知らなかったので、まずそこが驚きましたね。で、そうですね、これからもできるだけ貢献していきたいと思ってるんで、まあ、何か、ご連絡いただければと思います。はい、ありがとうございました。じゃあひろゆきさんの方も最後に感想などあれば。はい、そうですね、まあ、なんか何話そうと思って来ましたけど、まあ、なんかなんだかんだとちゃんとまとまったような感じもしたので、はい、よかったなと思います。まあ、本当 TikTok もなんか僕の方もなんか頑張ってちょっとなんかこう新しい漫画の売り方を自分でできるようなプラットフォームをちょっと自分でね、そのプラットフォームじゃないか、その場所をちょっと自分で作っていこうと思って頑張っています。はい、はい、ありがとうございます。では最後に、この後15分の休憩を挟んで、17時からは、Twitter のフォロワー50万人以上のインフルエンサー漫画家である焼きトマトさんと、ナンバーナインの漫画家養成クラブプログラムアクセル9に参加中の漫画家亀水虎さんに登場いただいて、Twitter 漫画のヒットは作れるのか、アクセル9中間報告会というテーマでお話ししていただきます。今視聴いただいている URL からそのまま視聴いただけますので、お時間ある方、次のセッション気になる方も引き続きご視聴いただければと思います。それでは本日どうもありがとうございました。